はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回は発音版ヤホー現代元中国プレイ続けやっていきたいと思います。前回はですね、台湾に参戦され金門島を足掛かりに米軍に上陸されるという体たらくだったんですが、なんとかこれを一旦駆逐しました。で、逆に金門島は中国軍がね、制圧を果たしています。ここですね。で、今回はですね、まず軍を再編しましたので、そちらの状況をご説明させていただきたいと思います。まずですね、いくつかあった軍を再編して、まず海岸防衛軍、特に前回上陸されてしまったことを受けて、海岸の防衛を強化しようということから海岸防衛軍という名前の軍を5つ作ってあります。これは名前の通り海岸を防衛する軍ですね。主に港、軍港があるところを中心に配置してあります。海岸防衛軍1軍、2軍、3軍、4軍、そして5軍という形です。で、それとは別に、海南島の守備隊、ここもね、上陸されると厳しくなるので、この海南島の守備隊ですね。そして、遊撃1軍2軍という形で設けてあります。遊撃1軍2軍は名前の通り即応できる遊撃軍ですね。彼らをうまく使って必要な折には上陸されたところにピンポイントで向かってもらうという位置づけの部隊になってます。で、当然なんですが、金門島とかね、そのあたりには軍を集中配備できるような、形で配備を行ってあります。で、それともう一つですね、ご紹介しておきたいのがありまして、まず、軍事予算なんですけども、今まで少ない軍事予算というものだったんですが、これがですね、相当の軍事予算というものに変えて、陸軍、海軍にそれぞれ割り当てられる予算を増やしました。これによってですね、工場生産量、軍需製品ですね。それに造船所の建造速度なんかも上がってます。そしてもう一つですね。徴兵制度なんですが、これも志願兵のみだったものを部分的徴兵に上げて、徴兵可能人口を増やしました。今時点で、徴兵できる人口が不足してきているというわけではないんですが、予算を増やしたので、それに合わせて、徴兵人口も増やしたいという意図から徴兵制度も変更してあります。ではこれで時間を進めていきましょう。早速米軍が再び上陸を仕掛けてきていたようですが、これは跳ね返しましたね。で、今後なんですけども、戦略としてはですね、台湾ですね、ここを取り、台湾の脅威というものを完全になくしておく。それが一つあるかなというのと、今や米軍に渡してしまったこの西沙諸島ですね。ここ。ここもできれば取り返したい。そして可能なのであれば、沖縄にある米軍基地、これもね、潰しておいて、米軍の危機というものを完全に取り払っておきたいなというふうに思ってます。地上支援プラス 20%、制空作業効率プラス 10% の入る、こちらのドクトリンを入れておきます。研究の話ですね。いきなり研究の話しちゃいましたけど。なので、戦略としては、西沙諸島、台湾、そして沖縄の、米軍基地を潰すというのをね、目標にやっていきたいと思っています。では、早速、その、グランドライン。グランドラインになっちゃいましたね。グランドデザインに沿って、プレイの方を進めていきます。西沙諸島を取るの、海軍の力が必要になってきますかね。なかなか海軍戦力ない中では、苦しいかな。金門島に一応、飛行場がありますね。この飛行場は有効活用したいが、それにしたって、
飛行機がないんですよね、最新世代のものになると。制空権を取るんだったら攻撃機200機配備して米軍の艦隊、これを潰しておきましょうか。で、攻撃ヘリを配備しました。この攻撃ヘリで台湾の海峡を通ってくる米軍艦隊、これを潰します。潰せるかというのはまた別ですけどね。台湾の上空は完全に米軍、これも制空権内に入っちゃってますね。この制空権を奪還するのは大変そうだな。そしたらそうですね、ここは航空機を惜しみなく配備して米軍と制空権争いを戦いますか。400機増強します。これで制空権がどうなるかですね。米軍に対して黄色になった。これは奪えるね。ここは米軍と押し問答が続きそうですね。どっちがこの空域の制空権を確保できるか。安定的確保を目指すのであれば、さらに航空機入れたいな。とはいえ、制空権にボーナスがつく戦闘機を配備しないと意味がない。まあ、薄いことになるので、できれば戦闘機ですよね。戦闘機の増産を急ぎましょう。他は、まあ、制空権ほぼ取れてるかな。西沙諸島もね、なんとか奪い返しておきたいんですけどね。制海権に関しては、まあ、絶望的ですね。ただ艦隊はですね、第三艦隊、まあ小型の艦艇しか入ってない艦隊になりますけども、一応二個艦隊だったものを三個艦隊に増やし、増やせる状態になりました。まあ、まだまだアメリカ軍の海軍と戦える戦力ではないので、ここはねこのまま維持しましょう。はい、米軍がですねまたここで上陸戦を仕掛けてきているようなので、ここをねなんとか奪っておきたいと思います。海軍が出ている、海軍は出した覚えはないんだけどな。敵沈めてはいるものの味方もだいぶ沈められてるからね、勝利とはなってますけど、海軍の動きはもう一度抑制しておきます。そうだね、ちょっともうちょっと奥深くに避難させておいた方がいいかもしれないな。まあ、この避難行動の間に米軍に捕捉されるとまたそれはそれで微妙ですけど、今は貴重な戦力を失うわけにいかないですからね。艦隊は航海奥深くでしばしその戦力を温存してもらいます。いやー、台湾のダッシュは難しそうだな。とはいえ西沙諸島にどんだけの戦力がいるかもわからないし。また敵の強襲上陸か。どこに強襲上陸？香港か。香港に上陸されるわけにはいかないからな。念には念をということで、一度香港に遊撃軍を送っておきます。上陸されてる。これだよな。本当にね、強いですよね。米軍は上陸を許した以上は壊滅させましょう、早急に。広げられると厄介ですからね、早めに潰して四方八方から叩いておくというのがいいと思います。ただこれ周りの軍を動かしてると空いたところに上陸をされてっていう、まあ陽動をかけられているようなパターンもなくはないので、過去の経験上。まあそういったところにもね、十分に配慮というか、まあ気をつけてい、く必要があるのかなとは思います。戦闘爆撃機、軽攻撃機、このあたりを作るんだったら、やっぱり戦闘機が欲しいんですよね。944日のペナルティか、J20C 生徒。
これが入ると2025年モデルのものが作れますね。あとは攻撃ヘリ、攻撃ヘリは新しく刷新しますか。攻撃ヘリは今台湾海峡に派遣してますからね。これは新しいものにチェンジしていきましょう。もう EU はね、事実上なくなりつつありますね。イタリアなんかもね、離脱してましたね。では一気にちょっとここに上陸されたアメリカ軍駆逐しましょうか。4方向から、いや6方向から一気に壊滅させる。まあ、香港は要注意でしたね。今状況的にもね、ビクトリアパーク、ビクトリアピークか、うん、ビクトリアパーク合ってるかな、天安門事件のね、ツイート集会なんかやられてましたよね。香港もね、何回か、5、6回、もうちょっとかな、7、8回行ってますけど、まあ、100万ドルの夜景と呼ばれるあのあたり、おっと、また強襲上陸か。のんびりお話してる時間もないな。どこに上陸される？渦中。マジか。このあたりは今まで強襲上陸されたことはあまりなかったんだけど。あとは、香港。二箇所上陸されてますね。まあ、一つは、間違いなく、この香港エリアに来ているので、香港エリア、カナンですね。強襲上陸。ここは、既存の部隊で跳ね返せるはずだ。ちょうど、遊撃軍も派遣してたところですからね。大丈夫かな。まあ、香港の100万ドルの夜景って、まあ、有名というか、あると思うんですけど、もう今となっては、どこにでもあるっていう表現は、ちょっとね、語弊ありかもしれませんけど、どこの都市も、夜景は、すごくなってますね。まあ、ジャカルタ、あ、仕事で、ジャカルタ行った時、まあ、ジャカルタっていうとインドネシア、で、まあ、途上国でもないけど、先進国でもないし、まあ、いわゆる東南アジアにある国みたいな感じだと思うんですけど、まあ、タイ、バンコクはもちろんそうですし、まあ、ジャカルタもそうだし、もう夜景は、下手したら日本よりも綺麗ですね。まあ、ちょっとスモッグがかかったりすることが多いんですけど、もう高層ビルに関しては、素晴らしいというか、すごい日本よりも奇抜で派手なビルが多いかなって印象を受けました。まあその夜景っていうとね、どうしても高層ビル街の夜景イメージしますけど、まあそれだけがね、夜景ではないというのはもちろんあるとは思うんですが、すごく綺麗でしたね。香港もね、コロナウイルスと関係なく、デモなんかでしばらく行けないなぁなんて思ってたんですけど、まあそういう状況がね、続きそうですね。艦隊の方はダメージを受けてないでいいよね。この艦隊で再びアメリカ軍と戦っていかなきゃいけないですからね。生産のラインの方なんですけども、一応今揚陸艦中心に作ってます。で、じゃあ、空母、どうすんだと、いう話なんですけど、この空母がね、なかなか、生産するにはしんどいぐらいの、中国海軍の手に余る状態なんですよね。もし生産するのであれば、何かを削らなきゃいけないなっていう、まあそういう状況なので、何を削るかですね。フリゲート艦とコルペットは絶対に護衛艦として必要になりますし、ミサイル駆逐艦、ミサイル巡洋艦、あとはヘリ空母、まあいわゆるヘリコプター揚陸艦ですね。それに、強襲揚陸艦。
ここに新しく空母、原子力空母は必要ないと思うので、普通の空母を作るとしてもどうなんだろうな。10個造船所引き抜いてこなきゃいけないわけでしょ。ゴルペット、ヘラシード、潜水艦もちょっと減らしておくにせよだ。うわ、エージェントがキャプチャーされましたね。いや、殺された。新しく雇わなきゃいけないな。あと何か削れるかっていうとね、揚陸艦。まあ、この辺りからも少し削っていく。コルペット下でも作ってたね。いっそコルペットは下のものに集約しよう。これでどうだ？回る？回るね。2024年に空母が進水するな。まあ、ここは造船所をうまくやりくりしましょう。フリゲート艦も減らす。コルペットもさらに減らす。できるだけ早く空母を前線に復帰させて、4空母体制になったら、再び海洋進出しますか。あっさり、やられそうな気もしますけど。これで、整いたかな。そうですね。では、これで進めていきましょう。はい。では、また強襲上陸かけられてますので、これね、しっかり防衛しておきたいと思います。あとですね、まあ、大量に配備した中で、制空権を取りに行った台湾の上空なんですけど、これ、ものの見事に打ち減らされてます。金門島に配備した攻撃ヘリ、あとは、戦闘機ですね。なので、まあ、ちょっと慌ててというわけではないんですけども、戦闘機をね、追加で増産してます。戦闘機 J20、これ最新鋭機ですね。これを、もうちょっと工場がね、できれば、どんどんこう数を増やしていくという算段です。で、工場は、じゃあどういう状況っていう話なんですけど、今ね、工場、大増産で進めてます。なので、工場ができたらですね、まあ、ヘリと、主に戦闘機、航空戦力の中でも主に戦闘機、ボスニアが NATO に加盟か。敵に回ったということですね。製造していきたいと思います。はい。ちょっとですね、多分、バグだと思うんですけど、回線の画面でさっきから、なんかおかしいなと思って、これ41も何に沈められたのと思うと、これ、アイコンは、BC、まあ、巡洋戦艦のものになってると思うんですけど、よくよく中身を見ると、マルチロール41機、まあ、41隻になっちゃってますけど、41機が、まあ、撃墜されたっていう感じですね。で、アメリカ軍の方を見てみると、輸送船団を一つ撃沈しました。で、さらに、まあ、これは多分アイコンも合ってると思うんですけど、ミサイル潜水艦1隻。さらに、原子力潜水艦5隻を撃沈しましたというふうに出てるので、中身をね、ちゃんと見た方が良さそうですね。さっきまでだと、いやいや、なんか艦艇が何隻か沈められててやばいと思って、急いで航海の奥深くに逃がしましたけども、まあそういうわけではなかったということですね。まあ、そこは、きちんとね、確認をしていかなきゃいけなかったところかなとは思います。ランブステンがちょっと足りてないね。実代でロシアから追加で輸入したい。変に使いたくないですからね。海を。ここもね、ドキッとするんですけど。台湾の輸送船団を撃沈してますね。まあ。味方の空軍の消耗も相当激しくなってきてるんですけど、アメリカ軍の海軍も確実に、沈めてはいるので、ここはですね、
中国の生産力を生かして空軍の消耗をするのはもうしょうがない、消耗するんで、空軍の消耗をするよりも早く飛行機ヘリを作ってカバーしてアメリカの海軍を潰していくというね、まあ、そういう戦略でいきましょうか。ここも原子力潜水艦沈めてるからね。いやいや頑張ってるよ。代わりに、マルチロールが23機失いましたけど、原子力潜水艦沈めてますからね。アメリカ軍の原子力潜水艦をバコバコ沈めてる。では生産のラインをちょっと見ておいて、戦闘機を今ね頑張って増やそうとしてるんですけど、攻撃機も増やした方がいいよな。攻撃ヘリと攻撃戦闘機、あとは制空権を取りたいので戦闘機、これをちょっと作っていきましょう。となると今足りてないのが攻撃ヘリだな。攻撃ヘリと戦闘機は今15個の工場を突っ込む予定です。まだ9個しかアサインされてませんけど。で、攻撃機に関しては5個ですね。J-23。5個今工場割り当てているのを10まで増やしています。攻撃ヘリに関しては1しかないんで、これを10まで増やしますということで、アメリカ海軍をね削るっていう意味では、制空権がきちんと取れている環境の中、攻撃機と攻撃ヘリを飛ばしてアメリカ海軍を削っていくっていうね、そういう形で進めていきましょう。そんなところかな。いやでも本当に今年はタイに一度も行かずに終わっちゃいそうだな。この10年多分一度もないですね。タイに1年間を通じて一度も行かなかったっていうことは。もう今6月ですよね。最後に行ったのが12月、まあ昨年のですね。まあその後、まあ、札幌にタイの女の子が遊びに来たので、まあタイ行ってはいないものの、タイの雰囲気にはなりましたけど、まあそれはあくまでも札幌でありタイではないので、となると、もう1年行ってないからね。早くね、行きたいですけどね。パッタヤーもちゃんとあるんだな。バンコク、ここですね。まあ、バンコク、ここの地図上でもね、すごい高層ビル街になってますけど、すごいですからね、バンコクの高層ビル街も。まあ、次ね。バンコク遊びに行ったときは、できれば、そういう意味だと、バンコクのね、ホテルで収録、昔はね、してたこともあるんですけど、最近してなかったんですけど、またバンコクのホテルでね、収録できたらいいかなとは思います。アユタヤ。アユタヤね。そのためにもね、コロナウイルスが収束してくれないとお話にならないところではありますけど、攻撃エリがどんどん打ち減らされてるね。追いついていない感じですね、あの今は。なので工場を、まあ、数としてはやっぱり作っていく、まあ、その中で少しでも多く補充していくっていう物量作戦に近い中でアメリカ軍にね打ち勝っていきましょう。というところで、ちょっと今回あんまり大きなね動き見せられませんでしたけども、いい時間になりましたので、一旦今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。なんかね、パーソバイアの方は見てる時間の方が長いんで、なんかしょうもない雑談の話になってしまって、皆さん退屈されてたら申し訳ないんですけど、次回もね、またお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。
それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。